こんな日はお肉が食べたいですね。うん。おいおい、芋の間違いじゃねえのか？감자？だな。サシャといえば芋だろう。もちろんお芋は大好きですよ。ふかしてもよし、煮てもよし。あ、애가감자를뭐제대로안해。ですが、肉の魔力には勝てません。シチューにステーキ、ソーセージ、燻製、メンチにカツレツ、調理法もよりどりみどり。この世で一番おいしい食べ物、それがお肉です。だし、ダイエット1週間됐는데이개같은거。くそ、こいつの話を聞いてると腹が減ってくる。おいしいだけじゃありません。食べたお肉は私たちに力を与えてくれます。その力があれば巨人から領土を奪還できます。領土を奪還すればまた鳥やイノシシなどの獲物が増えます。あ、기승전세대지。そうすればさらにお肉が食べられる。素晴らしいじゃないですか。기승전세대지イコール고기。お肉で世界は回る、つながっているんです。기승전세계대지에새돼지이꼬르고기이꼬르세계나사샤가何言ってんのか分かんねえんだが、それは俺がバカだからじゃねえよな。ああ、俺にも分からん。もう我慢できません。ビチ、上官の食糧庫からお肉を取ってきます。サシャ、おい待て、やめろ。